スウェーデンの人口水スウェーデンの人口ピラミッドスウェーデンの人口統計はスウェーデン統計局により調査されており2015年末における人口は985万人で世界で第90位であった2016年には1000万人に達すると予想されている三大都市はストックホルム、マルメ、ヨーテボリであり 全人口の85%がこの都市圏に住んでいる。スウェーデンは一人の高齢者を3.1人の生産世代が支える少子高齢化社会であるが、総人口は増え続けている。合計特殊出生率は1.70人であるが、一方で順位同率は6.75人と、流入超過であり、出産ではなく移民によって人口が増え続けている。 1990年の国勢調査によれば、スウェーデン人口は8587353人であり、うち男性が4242351、女性が4345002であった。2012年の調査では、外国で出生した者が人口の15%であり、1473256人であった。スウェーデン統計局によるデータを示す。 出生率の推移人口密度ピープル、経平方メートル0から9.90から24.925から49.950から99.900から199.9200スウェーデン。統計庁は、将来の人口推移は以下となると予想している、スウェーデン統計局によると、人口の19.6%が国外にルーツを持つ人間であるという。これは、 自分が国外で生まれたか、もしくは、両親のどちらかが、国外生まれであるということを意味する。ユローシュタットによると、2010年のスウェーデンには、113万人の国外出生者がおり、うち47万7千が EU 国籍者、85万9千は EU 外の国籍者である。2015年で、国外で出生したスウェーデン国籍者は、上位国は以下でとなる。 フィンランド、イラク、シリア、ポーランド、イランかつての、ユーゴスラビア、ソマリア、ボスニア、ヘルテェゴビなど、イツ、トルコ、19世紀の頃は、スウェーデン人口の1.2%が、国外に出国意味にしていたが、現在は1%ほどである。ありがとうございます。